じゃあ10時になった。22時です。はい。では、ポン。ポン。はい、ポンになりました。お、こっちの。こんばんは、聞こえてますか？聞こえてるんですね。これは。だいぶラグがあるので。そうね。そうね。こう。一応聞こえてます、ね。っていうかな。ああ、たまに僕消えますけど。今日はクリラジ生放送です。はい。はい。きっかけは、この間のクリラジの話やね。そうですね。まだ先週の練習のアップしてないよな。いや、あれ？公開してないっけ？まだされてないよな。いや、される前に筋肉マンウィーク終わってまうんちゃうんと思いながらおるけど。いや、もうされてますよ。16日に。されてるの？マジで？マジで？俺が全然知らなかったそれ。ついてなかった。マジで。じゃあ、前々回かな？うん、前々回の配信ですね。の中で言ってた、はい、プレミア公開の時に、副音声を収録してたら、僕らの副音声の音が取れてなかった事件があったので、中岡さんが来た。だから、これで生放送をして、同時に皆さんに音声が流れてるねっていうところを聞いてもらって、もしトラブってたらそこで言ってもらったら嬉しいよねっていうやつだよね。そういうやつです。はい。それでテスト配信なので、特に何を喋るとかも全く時間どれぐらいとかも全然決めてないんですけど、とりあえずダラダラやっていきましょうか。そういうタイトルの日付が違うみたいですよ。ほんま、未来を生きてる。未来になってる。未来を生きてる。よっ、かも先を生きとる。すごいな。背景画像合ってます。あ、背景画像合ってるね。タイトルだけ違うね。ちょっと今、慌てて作り直したので。はいはい。まあまあ、まあまあまあ、テストなので、ちょっとその辺は、ご愛嬌ください。別に。これってそのままアーカイブで残るんですか？このまま残ります、全部。あ、そうなんですか？恥ずかしい。恥ずかしいね。このダラ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 してるのが残るんやね。そういう怖さがあるな。そうですね。生放送な。そうね。はい。まあ、いつもの3人プラス、今日は、ここに、一人、見隠れしてる、トロンボーンのみっちゃんが、おりますけれども、はい。やっほー。やっほー。やっほー。今日はね、ちょっと横で掘ってますけど、その話は、ちょっと一旦後にしましょうか。ちょっと一旦後にして、その前に、小難しい話からいきますか。はい。じゃあ。はい。そもそも、今回のこの放送はどう成り立ってるのかという説明を、松田先生から。はい。今回はですね、はい、まあ、いつも、副音声配信を、副音声の収録をしているときの構成をさらに拡張して、ちょっと、ライブさせていただいてます。で今これ YouTube、あ、まあ僕らの画面、Zoom の、左下に出てる Zoom の、こう、人の切り抜きみたいなのは、この Zoom を使ってやってて、うん、まあその、うん、この実線が音で、点線が画像なんですけど、こう。赤が YouTube の音。そうそうそう。赤が YouTube の、黒が僕の声。松田声。はい。はいはい、で、緑が、はい皆さんの声。ズームから入ってる皆さん僕とマロさんの声。うん、なるほど。今、はいはいはい、僕らの背景になってるこの画像、このウィンドウが出てる画面は、はいはいはい、この左上のとこですね。はいはいはい、はい。それがまあダイレクトに YouTube ライブに行って、映像だね、行ってて、で、みんなにも配信されてて、はいはいはい、で、みんなの映像がそのまま配信されてて、みたいな感じです。まあ、一番ややこしいのが僕の声がめちゃくちゃこう遠回りしてみんな届いてるって感じなんですけど。なるほど。なるほど。これ、まあ、こういう、その、
YouTube の画面の線がこう、2つ伸びてるのがすごいパソコンに負荷がかかってそうな気がするね。うん、めっちゃファン回ってますね。そうでしょうね。だって、今この俺の画面でさえもさ、エアだと普通にズームでこうやって撮ってて、YouTube ライブ見てたらもうファン回りまくりやもん。それで。回線にもよろしくない。そうね。そうね。まあ、そういう複雑な今構成ですね。はい。こういう複雑な構成でお送りしております。はい。はい。アローさんは今、服の文字が抜けてて、胴体で後ろつけてんじゃないですか、それ。うん、まあ、いいんじゃない。さあ、じゃあ、この、今回の、僕の横にゲストがいらっしゃいますけど、一心不乱に何かを掘ってらっしゃいますけど、その話しましょうか。はい。今朝突然ツイートしたんですけど、インプリのロゴがあるじゃないですか。で、それのハンコができたんですよ。ちょっと出しましょうか。何の話か全然わかんない。これ映ってんのかな？いや、僕の画面で出しますよ。よっ。ああ、そう、それでいきます？これ。それ。インプリのロゴですね。これが、消しゴムハンコなんですよね。で、横のこの、みっちゃんさんが、一生懸命彫られてるんですよ。それで、そもそも、なんでこれ始めたんですか？今いらっしゃいませんけど、画面に。今、はい、あ、見えた。出てきた。こう、いいかなと思って、趣味として。出会いは何なの？インスタで見てて。インスタで有名な人がいいの？いっぱいこう消しゴムハンコって載ってて、はい、なんか、得意そうと思って。うん、ちょっと、これは自分に向いてるんじゃないかな。そういうのが。そう。まあ、細かいことよくするもんね。そういう意味で、うん。で、あと、押す相手がいるじゃないですか。押し仕事で押す相手が。あ、そうね。そう。仕事上ね。そう。で、ビジナルのが作れたらいいなと思って、やってみた、うん。で、これが何作目ですか？ 3?5? もう5を見んの先週ぐらいかな。マジで？そう、3、4知らんねんけど。3、4は、なんかこう、こまごましたちっちゃい。うん、作ってたんや。あ、そう。で、これが5作目。5作目がこのロゴで、で、もう一個全然上げてないけど、これついさっきやんな。さっき。ついさっきこれ、見えます？あ、見えてるな。羽口さん。羽口さんや。今できたよ、もう一個。羽口さんをこれ何分ぐらい作った？わからんす。40分。20分で掘ったんやて。なんかこう、これ押してもいい？いいよ。今、掘ったやつ。今一生懸命掘ってたのがもう掘れたらしい。みんなでやりながら、ゆっくり掘ろうと思ったのに。何を掘ったんですか？今日はね、文字だけ。文字だけ掘ったんだって。残ったやつで。なんて文字ですか？これ読んでもらって分かったらいいね。おー、おー。あ、なかなかいいじゃない。これすごいぞ。なんか。あー、無理やな。無理やな。体にこう。顔の下に。無理。いける？いなくなった。あ、なんかインプリメールっぽい文字が。ぼんやりしか見えないや。写真送ろうか。ツイッターに投稿して。せっかくできたのに。あ、もう全然見、あ、これでございます。緑で見えない。これはいいんじゃないですか？結構上手にできたと思うな。なかなかシベルマンさんと何に使うんだろう。楽譜とかに押してほしいかな。楽譜とかに押してほしいんだって。いや、押してほしい。押したらいいか。押そうかな。楽団で買った。楽団グッズが
かわいい。今、もしかわいいね。スラックにあげましたよ。スラックに発送。風呂出たら音出とる。イサナさんが。できとる。できとる。これだって30分かかってないね。10。完璧よね。で、そんな簡単にできるもんなのこれって。すごいよね。それちょっと一発目の教えが鉛筆の跡が残ってるけど。でも。すごいすごい。だんだん綺麗に。うん。でもなんかこのインプリントの雰囲気をちゃんと。ちょっとなんかこう。そうそうそう、そうなんよ。その味がある感じになるんよね。テリアやってるからやっぱり。物差しとか使ってないからさ。フリーハンド。あで、押すたびにどん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 こう、クオリティが上がってくるよね。うん。これをこう、うちで買った楽譜とかにね、パン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 押してね。かわいい。やるっていうのがいいんじゃないかっていう話ですよ。グッズ。グッズができました。できました。グッズができました。これインクがあれよね。プラスチックとか、あったあった。布とかでもいけるやつが、売ってた。インクが売ってたね。だから、楽器に寄せるで。やばすぎ。楽器、自分でも王様。中央に楽器の、うちのロゴがあって。そういうことができますよ。なんかゴーゴーしてるな。拡大してみるとやっぱりドラムのキックのフロントマジでそれ縁かな縁かな縁かな。そら嬉しいけどね。ドラムのキックのフロントにやるんやったらやっぱペイントすればいいじゃん。ペイントがいいよね。ラッキーチョップスみたいな。ああべったりまさに刻む感じですね。確かにね確かにね。彫ってんのも消しゴム切り刻んでるしな。そうそう。で、あとはあれやね。こいつは、また俺が消えたぞ。押すための台があったらいいね。こう持ち手が、ポン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 、押せる感じがいいね。というぐらいしか今日は話題ないんですけど。そう、そうそうそう、譜面に押したいんですよ。めっちゃ譜面に押したいんですよ。まだ10作作ってないからね。うまいね。掘れば掘るほど上手くなる気がする。あとは楽しい。ザライブのロゴとかね。ザライブ。いつ使うんって感じ。え？いつ使うんかな？めっちゃ押してはりますけど。映らんのよな。結局映らんのよな。松田さんが消えましたね。息子氏が。せっかくいっぱい押したのに、全然映らん。来場者の手に押す、あれかな。再入場チケットみたいなやつかな。あ。昔ユニバであったよね。知らん？え？ユニバで。ユニバなんかな？ユニバで再入場できた時って手に押されてたよね。なんかちょっと映ってるけど、よくわからんね。マロさん首ないよ。怖い。マロさん首ないよ。そうなるんだな。お。見えないね。見えないね。マロさんの首ないですけど。そう、ブラックライト、ブラックライト光るやつ。ブラックライトね、あった。そう。それ押されてたよね。で、そのうちなんか、なくなったね、突然。再入場できんようになったね。あれ、ペンとかでも売ってるよね。100均とかで、昔売ってた。マジで？なんか、ライト付きのペンが売ってて。見えない。透明。書くときには透明だ。自分の目では見えないから。秘密のお手紙とかそういうやつ。そう。ああ、なるほどね。会場がインプリ。どうしたらいいんかな？照明つけなあかんな。みんなの手にパって押して、なんか、いいバラードとかの時にこうやってテープでこうやってやって乗せらはずみたいな。そんな曲ないからな。
ゴリゴリですね。ゴリゴリですね。そう、面白いけどね。ちまちました。もうじゃないね。面白いけどね。プリキュアの映画。プリキュアの映画あんま知らへんのよな。プリキュアの映画あんま知らんのよな。マロさん、この一週間でなんか、ありましたか？急に船。一週間？うん。この一週間何かあったか？なんかうん。そんな。今日阪神勝ちましたね、また。逆転勝ちで。今日勝ったんですか？今日逆転勝ちですよ。あー。昨日。大山がまたホームラン打ちました、ね。あ、ほんまに。いいですね。いいですね。カープファンはどこにおるんや？カープファンは、インプリやったら誰なんやろうね。中岡さんは？中岡さんって、どっちなんや？なんかカープも応援してるイメージがある。どっちもかな？ハイブリッドで言ってるかな。カープはハイブリッド派？でも、糸原がなぁ。そう。でも今日、あの代わりに入ってる北条が逆転タイトルだから。まあね、いや、北条もええけど、なかなかやっぱ糸原心配やん。それはね。だって、あれって、あれ同じところ誰か骨折しとったよね。有効骨でしょ？あれなんか、そう。あれは治った後もなんか、引きずるタイプのやつやね、よく。そうやんなぁ。そう。で、なかなかこう。バッティング悪くする選手よくいるイメージがある。そう。だからめっちゃ心配だけど、大丈夫かなーっていう感じよね。だからさっきツイートしたけど、この生放送ができるんやったら、みんなでサンテレビ見ながらできるからね。